皆さんこんにちは。なんでこうなった？気づいたら片目のレンズが取れてました。コピチャンネルということで、近くにあったマスキングテープで補強してます。実際昨日の配信で酔っ払いながらテープ巻いたので、なんでメガネがこんなことになってるのか正直あんまり覚えてない。すぐ外れるの。どうしたもんかな。目がもうちょっと近づけばいけるんだけどな。むずいな、さすがに。こうすればバランスがいいか。インチキ占い師ということで、とりあえずこのメガネを直さないといけない。メガネがないと本当に周りが見えないんですよね。これぐらい近づかないと見えない。さすがにこれじゃ生活できない。まあせっかく外に出るんだから美味しいものも食べたいし、っていうか食べたいものあるし、では行ってきます。あなた今日もいい日になるわよ。というわけで、まずはジンズへ。さすがにかけながら移動は恥ずかしかった。やばいやばい、とりあえずこれ外さないと。今更ながらなぜこんな面倒なことをしたのだろう。なんか東部とか西部とかよくわかんないし、迷うの嫌いなので、とりあえずパルコに来ました。池袋のパルコだったら何でもあるって聞いたことある。無事について修理中。終わりました。レンズが取れるくらいの破損だとお金かかんないんですね。びっくりした。まあ、無事にメガネも戻ってきたし、安心したらお腹すきました。晴天です。今日は暑い。ところでどこへ行くのかと申しますと、前家系ラーメンの動画出した時に、視聴者さんからのコメントで、池袋の明太つけ麺食べてみてほしいっていうコメントがあったので、コピー動きます。ということで、言われた通りに池袋の元祖明太煮込みつけ麺のお店に来ました。ふえー、面白い。麺の量がこうやって選べるのね。さてさて、メニューはと。お、なるほどね。一種類のみ、好きなようにカスタマイズして注文するのか。あ、食べきれなかったら持ち帰りできるの嬉しいね。つけ麺を存分に楽しめる食べ方も書いてある。あ、アプリダウンロードすると煮卵プレゼントしてくれるらしいです。小さなラッキー。今日もおつコピー。ビール、ビール、ビール。暑い日の昼間に飲むビールは格別ですね。美味しい。あ、はじめまして。縦に置いてあるのは麺を持ち上げて口に運ぶまでの動作を自然にするためだそうです。麺とご飯両方楽しめるそうなので、このセットにしてみました。美しく染みた煮卵も一緒に。早速開けてみます。うお、キラキラしておる。明太子丸々1本使ったつけ汁だそうです。これは濃厚。楽しみ。焦る気持ちを抑えてエプロン装着。万全の準備を整えるのだ。これ編集中気づいたんですけど、隣のお姉さんと完全にシンクロしてました。あなた、女の戦いが始まるわね。いただきます。まあ、つけ麺の食べ方の正解はわからないんですけど、まずは汁から。え？うまっ。さすがは煮込みというだけある。出汁がすごい。濃厚つけ汁にたっぷり麺を絡ませる。さあ、人生初つけ麺のお味は？太麺なのにスルスルすすれる。すすっただけで麺のプリプリ感がわかる。本日二度目の、もっちもち。でもなんだろう、上品でふわっとしているというか、ただの重い麺じゃなくて繊細さを感じられる。一旦ビールで目を覚まさせていただきます。せっかくなのでおすすめの食べ方にのっとっていきたい。この削り粉を少しずつ溶かしてみます。金箔みたく見えて綺麗。これは味変になるのか。あ、すごい、魚介の旨味。ただ濃厚なだけじゃない。出汁が持つ存在感。ちょっとすみません、またリセットします。お次は麺を入れて、青ネギを散らして、削り粉と海苔で麺を巻いていただきます。
豪快に一口いってきます。うおー、昆布、あごだしと煮込まれた野菜たちのうまみ、味の重なりが完璧すぎる。ナルトもまた明太つけ汁に絡まって美味しい。ここで味玉を投入してみる。つけ汁にコーティングされた卵、たっぷり染みてもちもちになった卵と煮込まれて旨味の詰まったスープ、ほほー、これが辛味だれというやつか。このタレを好きなだけかけて辛さ調節できるということね。初心者なもんで少しだけにしとくか。高く引き上げ、ズズッといただきます。明太子の辛味だ。雑な辛さじゃなくてちゃんとコクがある。いや、ちょっと辛かったな。ヒーフー、幸せをかみしめてますね。え、怖い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 。ラストは割りスープを入れてみる。ここにご飯を入れて明太雑炊として楽しむ。なるほどね。おお、おいしい。明太子のうまみとスープの深い味わいがご飯にしみしみ。まあ、これはオリジナルでやっちゃったんですけど、味玉とご飯をスープに絡ませて究極の卵かけ雑炊。ネーミングセンス悪いな。あ、ありがとうございます。トロトロホロホロ崩れていく快感。スープ、ビール、スープ、ビール、本日も美味しく感いたしました。あと、このお茶もつけ麺にあって美味しかった。ごちそうさまでした。そもそもつけ麺を普段あまり食べてこなかったんですけど、これを機につけ麺の世界を開拓していきたいな。毎日コメント見てるんですけど、もしおすすめのご飯屋さんとかあったら教えてもらえたら嬉しいです。いや、本当に美味しかったな。昼間からビール飲んじゃった。ま、こんな日もあっていいよね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。やだね。次は何食べに行こうかな。